さん来てくださってありがとうございます。待ってくださっててありがとうございます。なんじゃこりゃ。わあすごい、なんじゃこりゃ、めちゃめちゃ出てくる。すごっ。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お疲れ様です。みんなが今始めましたからね。そうそう、こんばんは。お仕返し行ってきます。ありがとうございます。してます。お疲れ様、ありがとう。確かにステボス失敗しちゃったか。あら、電話番号認証。そうですね、魅力ながら頑張る。ありがとう。星1個投げる。1個。他のメンバーを愛してるってこと？1個って面白い。でもありがとうございます。自立もだから。こんばんは皆さん、ありがとうございます。うん、揺れる揺れる揺れる。毎日1500個投げるよ、3週。ありがとうございます。ぜひ、ぜひコメントもお願いします。こんばんは。うん、星回収ありがとう。時計がないけん今がわからんわ。腕時計せんといけん。星はないですが少しでもコメントしに来ました。ありがとうございます。星2時30投げたよ。ショールームの不具合ありがとう。そうです、不具合で。ありがとうございます。いただけてる方も皆さんいただけてると思うので、ぜひ虹色の星もいただけると嬉しいです。そうなんですよ。こんばんは。今日は月曜日でしたね。あ、早く家に着いてほしい。うん、メイクが違うんですけど、わかるかな。モバメ今来たね。私も自分の通知が来た。お仕事お疲れ様。とりあえず星投げる。ありがとうございます。皆さんも疲れているだろうに、来てくださってありがとう。明日は11時から5時ぐらいまでお仕事でした。
だからまあまあ時間は取れるけど、そう、あの、なんつったらいいの、ね、ガチガチモードの配信はできない感じなのですが、そう、でもできます。みつきに全集中で、ありがとう、応援してます、ありがとう、6位になった、ありがとう。午前中は15分に刻むの、ねえ、どうしたらいいのかな、何が最善なんだろう。最も良き勝ち恋配信は何ですか。直接会えるお話し会半分くらいしか当たらなかった。そっか、もう当落出とんや。ありがとうございます。あれ短冊ありがとう。ちょっと星2周投げたよ、ありがとう。みんな結構当たってた。あ、本当？ありちゃんの首の動きは鳥みたいなんです。2周目は負けて、あ、ジェシカ方ありがとう。初見さんじゃないですか。1弦と2弦1割しか当たらなかった。思ったより当たらなかった、泣いた。思ったより当たってた。うわー、人のさじ加減かな、個人の。でも結構当たってる方いっぱいいて嬉しい。なんかコイン余ってたからあるの投げたけど、ありがとう。じゃあ3分の1だけ。わあ、イベント今もう始まってます。今日の夕方5時から始まってました。 SMS 認証は私昨日いっぱい言ってましたよ。ホームルームぶりのお話、おお、ありがとうございます。マリーナとナナさん、3周セットできなかったけど今2周するのダメですか、してください。半年2周、ありがとう皆さん。ジェリーゲット近そう、聞いて、今日大福のねチケットもらったんですよ。しかも家にアイスが届いたの。そう、皆さん、配信は
しい。1位もサリちゃんから来た、ありがとう。頑張ります。11日までやってるので、ぜひお時間のある時に来てくださると嬉しいです。今1位が誰で2位が誰でとか全然わかんないから、うちにいっぱい申し込んだけど一桁台、挨拶で1枚申し込んだメンバーは全頭。どうなの、なんだろうね。アリーナ、ファン1人で20万ポイント投げれた。そうなんですか、すごい。え、もう全員の順位わかります？投げもカウントもコメントもありがとうございます。189万ポイントだって1位。すごい、ありがとうございます。皆さん携帯で見る。お、ありがとう。いやどうだろう、ね、カウントダウンテレビ見ながら。くちゃん4位なんですか、すごい。
久しぶりすぎて感覚が分かんなくなっちゃった。私タワーのお礼って毎回してましたっけ。1枚ずつ書いて、課金は SMS 認証して、有料ギフトは大丈夫なんですけど、無料とコメントっていうかカウント、コメント50個は認証あれなんです。ね、こんな左から出てくるのすごい。20時30分に捨て星した人は星集めタイミングなので、ちゃんと告知した方がいいです。20時半に捨て星された方、星集めになりました。みんなチャワに会いたいんですか。ちょっとこれ暗いからね、あんま良くないこの配信状況。それではちょっと隠して向かいます。あ、見てください、私の家の階段は上がっていくとこうなってます。よいしょ、やばい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 、手洗いしなきゃ。除菌シートで拭いたらいいかな。すごいでしょ。でも毎年増えていくからちょっとどうしようって最近悩みというかね、どっかにあれなんですけど、前歯がみちゅって呼んでる。なんで？やっぱり玄関コレクションみたい。本当？でもあんまり映せないな。そうそう、手を洗うってこと。これさ、手洗いに行っても大丈夫か。こんばんは、よんよめ、ありがとう皆さん、本当に本当に大丈夫？手洗うところも配信したらいいのか。ワイのせいか。何が？違うよ。違う違う。
嬉しい悩みです。幸せなね、そう、部屋がもうちょっと、部屋っていうかお家がもうちょっと広かったらよかったんですけどね。手を洗いに行きましょう皆さん。よいしょ。どうやって映せばいいやろ。にゃん、大丈夫？手洗います。手洗いないで。今日は撮影をしてて、可愛い髪の毛にしてもらいました。明日は私はね、違う、収録です。手洗い配信好きすぎる。本当？一緒にいる感じ。服？どうしたの？大変だ。後ろが映ってるって言われた。でも大丈夫、エッセンシャルがあるから。行きます、帰ります。なんか部屋が涼しい。よかった。はい、戻ってきました。なんかオレンジの光漏れたよね、さっき。Tシャツのくせね。ね、そうなんです。ただいまです。ありがとう皆さん。ほう、ほっとした。3周するだけで指がめっちゃ疲れました。本当にそうですよね。皆さんありがとう。そう、優しい。うん、きれいきれい。そう、今日はこれはね、編み込みして垂らしてくださいって言ってこうなったんですけど、そうそう、大きい編み込みがあって、ここで結んで、もうそのまま降りてるって感じ。そうそうそう、ワンちゃんみたい。ほんと？なんかね、一時期ハマってて、そう、この髪型、部屋の色、今光暗くしたからちょっと変わってた。そうそう、こんばんは。
今日はいつもより多く投げてます、ありがとう。みんな5時から配信してたのかな。明日配信します、朝配信。ちょっといい感じの、タイムテーブルを作って、トイさんありがとう、うん、あ、そうなんだ。運転したのは母です。ビスモデルは1人しか選べない。ビスに乗れるかは、乗れるのは3位まで、乗れるのは乗れるんですけど、選ばれるのは1位の中から1人、あの各グループの1位の中から1人です。うん、本当にね、もう でも1位にならなきゃ選ばれるかもわかんないから、今回初めてのイベントの参加。あ、そうなの、ありがとう、ありがとうございます。トロブサマシの方がいる。この期間ってメンバーと気まずいのかな。うん、でもね、気まずさはそんなに、うん、仲とかは悪くなるわけじゃない。ご講師の皆さんも来てくれてありがとうございます。皆さん、うん、そうそう、すごい、うん、福ちゃんと走ってるから今1位2位とどんぐらい差が縮まっていってるのかが全然わかんない。久しぶり、終わりました、ありがとう。ちょっと電波時計を置いとかんにゃいけん、ここに。うん、皆さんありがとう、一日お疲れ様。皆さんも最後の枠ぐらいでカラオケ配信。いや、皆さんさ、その配信開始の45分前にあの捨て星をされてたら、あの配信開始前の45分、配信開始45分前に捨て星をされてたら、配信が始まってから15分でそのいけるじゃないですか、3週目
ジムで走りながらしてほしい。すごい、やっぱ福ちゃん強いね。じゃけん皆さんが参集してくださる方が集してくださる方が1時間配信だったらさ、あとの30分とかはさ、もう星集めにもさ行かずにさ、言ってる方もいるかもしれないんですけど、このルームで過ごせる時間があるじゃん。三周投げた人がいっぱいな。ありがとう皆さん。だからそんぐらいの時間、1時間配信だったら有料ギフトもポイントになります。そう、3週完了してる人がざっくり80人。ありがとう、よくなんでわかるん、すごい。受験の1時間配信をするとしたら、もう1時間配信の後半でそう立ったりするのとてもありだと思うんですよ。っていう考えをしてた。今日メイク違うんです。なんかね、あ、そういうこと？そういうことか。参集したけど、俺のアバター野外だからもっと。ありがとう皆さん参集。ビッさんは去年も昨年もこのイベントがあって、そうで去年は2位で雑誌には出させていただけたんですけど、すごく楽しくて、その撮影も世界観が好きなのでビッさんの、しかもねみんなが読んでる雑誌に出れるなんてすごいことじゃないですか。僅差の30万だ。うん、次の配信は3週はせんくてできないと思う。今3週した方はそれでそう、この前はね僅差で2になっちゃって、そう1だったら1ページにドドンと乗れたのに、あともうちょっとっていうところで、このイベントに対して悔しい気持ちもあるし、また本当に前回の撮影が楽しかったので、また乗れたらいいなとも思うし、あとは七並べのイベントとかを参加してなくて、最近その皆さんと何かを目指すイベントはこの何て言ったらいいんだろう、
のね高級大福とかはそういたんですけど、このメンバーと競い合うやつではそうめっちゃ久しぶりなので、やっぱりね一つのことを目指すことって大事だと思うから、また参加したいなって思ってたところのイベントだったので、そう本当に前回もなさ乗らせていただいたことにすごく感謝してるんですけど、そうそうね短冊前回は最終日のラストに逆転、そう最逆転、そうなんです、皆さん優しい、前回のメイク好きだった、本当？嬉しい。ありがとう。ねえすごいこの画面表示。くちゃんすごいね。ちゃまが吠えてる。その予約配信はショールームのとこに入れておいて、うん、今回は俺がおるから、すごい太鼓判じゃないですか、難しいな、星集めが2周で止まってしまった、あら適度に賑やかでいい表示、確かに大きくて分かりやすい、結構星投げを星投げ3周を失敗されてる方がいるので、いっぱい伸びしろがありますね、ね、福ちゃんすごい、イベント中なんですね、そうなんです、今日の夕方5時からな、あれあれ、伸びた、一応イベント関係なく将来モデルになれると思う、そうかな、ありがとう、髪伸びたんですよ、めちゃめちゃだってこんぐらいだったんですよ、アーシャ撮影の時は、でもそんな強い福ちゃんにね前回は抜かれ抜かされしてたから、今回も大丈夫だよ、皆さん一緒に頑張りましょう、お仕事があるときは配信をどうするんですかね、えでも3時間の上限があるので、だから3時間は消費はできると思うんですけど、でももしかしたらできない日もあるかも、最終日がお話し会なんですけど、会ってやる、やるお話し会があって、そうそう、それのなんて言ったらいいんだろう、移動問題とかがあるので、そうそう、どうだろうねっていう話はしてるんですけど、
条件は一緒。そうね。でもね、そう、あの部数とかもさ違うから、お話し会の結構ありがたいことにいっぱい部数があるので、そうそうそう、そうそう、だけど部数によっては全然配信できるメンバーもいるけどっていう感じなんです。そう、でもそんなね、最終日にそんなっていう3時間消費できないっていうのはさ、なんかね悔しいしもどかしいし、まあもともとさそのフェアじゃないっていうのはね、年齢の差もあるしとか、全てが、そんなこと言い出したら全てがね、そうフェアじゃないのであれなんですけど、そうお仕事ね、そうなんです、人生全体がそんな感じ。そうか、町は年齢制限もうないんですけど、私のことじゃなくてっていう感じなんですけどね、まあ、うん、本当にフェアにするならビスの編集部が自分で選ぶでもそこでね選ばれないかもしれない、私が雑誌に出れるんですから、ほんまにすごいことですよね。縛りがあるから頑張れちゃう。確かに3時間、この携帯を見ながら配信したいんですけど、本当は予定とかをねもらったんですよ。でもこの携帯に入ってるからさ、あれまさきさんしたよ今日の朝途中で抜けました、あのさした、え今日でしたっけ、あれ昨日今日か、行きますよ、まさきさんお誕生日おめでとうよ、よいしょ、まさきさんおめでとう、おめでとうございます、おめでとう、おめでとうございます。一押しの人たちはショールームかまさず純粋王で対決なら自信持ってると思うけど、優しい、ありがとうそんな、そうなのしたんだけど多分届いてないなって思ってた、だからまたできてよかったです。何時までだっけ、これはね10時15分までです、あと15分ですね、今イベントしてるんです、お願いしとこ、あら、来てーちょっとこ、最近はコッコちゃんと連絡取ってるの、今日も取ってましたよ、出遅れたのにもかかわらず初日1位だったらすごいね、ありがとう
とうございます。え、今1位、2位、3位、4位みんな配信してるの？こんばんは。うん、してるんだ。イベント応援してます、ありがとう。トロもたまに撮ってる。今はね。そうなんですか。13はしてない。あ、3もしてないの？周囲の人がやっと動き出した。どうなった？久しぶり、横浜のお話から立った。おお、イエーイ、楽しみだ。77777、ほんとだ、すごい。77777777。皆さんゲストありがとうございます。ピオか、確かにピオ。そうなんだ。ギフトありがとうございます、顔投げられない。うん、 STM メンバーみんなやってるから星集めに困らない。タワーの処理ちょっと全然把握できてないんですよね。どなたか分かる方いますか？タワーを投げてくださった方、タワー分を。そうなんです、7位までの人。あ、ありがとう。書いてほしい人だけ自己申告。書いとこう。7位までの方です。まあ21人タワーになってる。本当？ありがとう皆さん。私の親も運転してくれてたので見れてないですね。ありがとう。1万ポイント以上は22人。ありがとう。タワー1本で2万5000ポイントなので、あ、そっか、 2.5 倍なのでね。
タワー投げられないからタワーソートは3万。じゃあどなたまでですか？どうやって見れるの？私から見れる？皆さんありがとう。そうそう、ありがとうございます。福ちゃんと同じぐらいの訪問者。本当？じゃあ星と、でも星投げでね、結局訪問者はみんな同じぐらいになるんじゃないですか。星集めみんな一気にするから。ネクスト、あ、タワー、タワー、タワーって言っちゃうけどタワー分ってことです。レインボーなぜかあるか投げとか、ありがとう。あとちょっと7分でこの配信は終わります。まあまあまあ、1位を目指していきますので。シャツも来たけど、ありがとうございます。可愛いというか美人さんです。今イベントしてるので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。クマ10連で 2.5 倍の 1.2 倍。2.5 倍の 1.2 倍、もう理系だ。非公式、確かに他のルームのことも気になりますが、まず1位を目指して。あまり他のルームの話はせずに行きましょう。楽しく普段通りの感じでコメント、リエさんあまり知らないけど朝も夜も頑張ってる今村さんを応援してます。ありがとうございます。ぜひお願いします。たくさんこのイベント頑張ってますので、今1位を目指して。前回もこのイベントがあったんですけど2位で終わっちゃったので、今回こそ1位を取ろうと。嬉しい。でも配信ショールーム開いたらいるって思ってくださってるのかな。見てくださってるってことですね。具体的に何かするの？でも浴衣とか着たい。なんかね、お仕事の帰ってこれる時間とか、でも1週間のスケジュールいただいたのでちょっと遅いけど、今からどんな配信をするかとか立てていきたいと思います。すぐ立てますね。でカラオケ配信、まあ、これこの配信やけど、このショールームのカラオケじゃけど、カラオケ配信とか、最近やったクマナースチャイナとかならできるから
そうなんです。七並べ配信はね、またこの時間じゃない時にしますね。広島弁、そうなんです。広島生まれ広島育ちなんです。いっぱい端末がないとできんかったり、そうそう、時間めっちゃ時計見てドキドキしたり、そうそう、対戦しよったら喋れんくなったりするから、七並べ配信はまたこれじゃない時にやります。ありがとう。今日の夜、今日はね15分に配信終えるので誕生読んどこうかな。また16分から始めて、でめっちゃ小刻みに、もうここからぶっ続けでやるので、ぜひ見に来てください皆さん。それでは壇上を読みます。13位台湾のひこさん、12位たけさん、11位デブニャンさん、10位セイゴさん、9位ギルスさん、8位コントレイルさん、7位ナンチャンさん、6位ショージさん、5位ダダダダムドさん、4位オフさん、2位楽しくやろうなダンディさん、2位久保哲さん、そして1位はドゥルルルンジちゃん、ジェイポング、ホーコンさん、ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジちゃん、みちゅうずさん、ありがとうございました。それでは1分後にすぐ始め、15分30秒ぐらいまでやっていいのかな。すぐ始めますね。またありがとう。それではまた後で、バイバーイ、ありがとう、じゃあねー。1分後に帰ります。バイバーイ。